中年オタキです。花粉症の季節がやってまいりました。もうね、去年もね似たようなこと言ってましたけども、調子悪いです。今日はね、カメラ紹介の、動画になります。今日紹介するのはね、このミノルタのね SRT101 っていうカメラなんですけども、これにね、MC6 コール、PG か、50mm のね、F1.4、このレンズですね。これね、またミッシェル様からね、提供していただいたものになります。これでね、ちょっと写真撮ってきました。ミッシェルさん、いつもありがとうございます。それでね、写真とか紹介してまいります。それでは動画スタートしていきます。はい、久しぶりのミノルタ、しかも一眼レフカメラのね、紹介になるんですけども、これ、SRT101 というカメラ、1966年ぐらいに発売になったのかな。で、当時ね、一世を風靡してたのはペンタックスの SP とか、そういうね、全面平均速光っていうね、速光式の、カメラが多かった。あとは外部露出系図か、のカメラが多かった時代にね、これね、分割速光をね、世界で初めて、採用したということで、上下二分割速光で CLC って言われてたらしいんですけど、要は、人とかを映すときに、空と地面っていう感覚なんですね。空の方が明るいんで、例えばあと全面平均速光だったら空の明るさに引っ張られてメインの被写体が暗くなってしまうと。で、このカメラと上下分割して速光してるんで、空の明るさに引っ張られずにメインの被写体に露出が合うという考え方だったみたいです。で、カメラのスペックとしてはね、シャッター速度はね、1000分の1がマックスですね。1000分の1から1秒バルブまでということで、横橋布マックフォーカルプレーンになってます。音的にはね、中でちょっとピンっていう音が僕のやつはしますけど、ペンタックス SP がカシャって音に対してカチャーンって感じの音ですね。こんな感じになってます。布幕のね、横橋リフォーカルプレーンですね。で、ミラーアップのね、レバーとかも備えてて、一通りのことができるカメラになってます。ファインダーもね、非常に見やすいですね。ファインダー情報としては、シャッタースピードが下に、書いてあって、ちゃんとね、何分の1で切れるかっていう、表示が出るようになってます。で、絞りは、数値は出てないんですけどね、丸の位置で、ね、こうシャッタースピードが下がったらちゃんと丸の位置が動くようになってます。よくできたカメラだと思いますね。ファインダーもね、非常にね、明るくて、大きいです。で、ピントの山も非常につかみやすくなってます。はい、で、今日ご紹介するレンズは、MC6 コール PG、50mmF1.4、これで撮ってきました。で、早速ね、作例を紹介させてもらうんですけども、このレンズ、ですね、この当時よくあるアトムレンズではないようです。で、見てもらったら分かるようにですね、解像度も非常に高くてね、ボケも自然なんですよね。なかなかのレンズだと思います。このレンズもね、ちょっとね、カラーで撮りたくなってしまったんですけど、カラーで撮りたいレンズが山のようにあってね、どうしようかなって思ってますね。カラーフィルムどうしてもね、コストが高いんで、コストを抑えるためにある程度、モノクロが好きっていうのももちろんあるんですけど、モノクロでやってるんですけど、これカラーでもね、撮ってみようかなと、チャンスがあれば撮ってみようかなと思ってますね。本当にね、これミシェルさんのね、協力がなければね、これちょっと首なしだったんですよ。このカメラ首なしだったんですね。レンズがなかったんですね。で、レンズをね、
ご提供していただいた機材提供していただいたんでね、早速ね動かさせてもらった感じなんですね。はい、今日のねカメラ紹介こんな感じですけども、ミノルタのレンズね、キャノンもニコンも、ペンタックスもそうかな、レンズは外注してるのがほとんどだと思うんですけど、ミノルタは、ボディもレンズもね全部自社で作ってたみたいなんですね。で非常に優秀なレンズが多いです。ただオールドレンズ、特にこのね MC マウント、人気が高くて値段がね比較的高いものになっております。カメラね SRT101 自体は、ものすごくたくさん売れたみたいでね、そこら中にゴロゴロ転がってて、でこの僕のねミノルタの SRT101 もだいぶ前、7ヶ月か8ヶ月前の動画に作れましたけど、ジャンクカメラまとめて買って大丈夫っていうね動画、作りましたけど、今頃ねあれ再生が伸びてるんですけど、それに登場したカメラなんですね。でトラブルとしてはね、なんか低速のねシャッターがね切れなくなったり、粘ったりするトラブルが、よく出ているみたいですが、僕のはちゃんと動いてました。この1台だけでもなかなかの値打ちだったと思いますね。はい、今日のカメラ紹介の動画はここまで。ここからはねいつもの視聴者様の作品の紹介になってまいります。はい、視聴者様のね、作品紹介のコーナーになってまいります。一番最初はこれ全部読んだらフルネームになっちゃうんで、イクオさんとでも紹介しましょうか。イクオさんの作品の紹介です。1枚目はタイトル延滞号、2枚目のタイトルがヒエンモニュメントということで、カメラがねペンタックスの LX、 レンズが SMC ペンタックス A ズーム F3.5 から 5.6 2880ですね。マクロ付きです。富士カラーのね100で撮られております。これねパッと見ね若い人なんか何のことか分かんないと思うんですけども、この延滞号っていうのはね防空号ですね。言うたらこれどちらもね第二次世界大戦のね遺跡というかね遺構というか、の写真なの。こんなのまだ残ってるんですね。これ、調布飛行場になるのかな。こんなのがまだ残ってるとは驚きです。はい、伊藤さんありがとうございました。またお願いしますね。次は、ミッシェルさんの作品紹介。1枚目のタイトルが横切る、2枚目がね日曜日の煙突掃除ということで、カメラがね富士 ST801、レンズ EBC 富士の 55mmF1.8 の初期型、富士業務用100で撮られております。もうこれは富士のね業務用100、の色がもうバッチリ出てますね。この何ちゅうんですか、忠実再現ナチュラルカラーのね本当にね趣深いね写真になってます。カラーネガらしいね、富士のカラーネガらしい色が出ておりますね。おじさんがね横切ってる写真なんですけども、なんかこれ小料理水戸屋さんですか。なんか、江戸時代から旧街道っていう雰囲気のねなかなかいい雰囲気で、撮られておりますね。ミシェルさんありがとうございます。はい、次がキリタンポさんの作品。カメラがねリコー XR2、XR リケノン 50mmF1.7 コダックゴールド200で撮られていることで、ちょっとタイトルは今回ないんですけども、1枚目のね作品がね非常に趣深いと思ってますね。これ、前ボケをねうまく利用してます。結構ねこれ絞ってると思うんですけどね、前ボケを利用して、シャープな写真の中でボケがあるというね綺麗な写真。まあ、2枚目もね光を使ってね立体感を出した、すごいねいい写真だと思いますね。はい、キリタンポさんありがとうございます。
次がね、ドリームロコモーティブさんの作品。これなかなかの力作ですよ。3枚組写真で、タイトルは切なさ。キャノンオートボーイ JUNO76。フィルムがね、AGFA APX400。自家現像で、仕上げたということで、なかなかチャレンジャーですね。AGFA APX400。データどこから引っ張ってきたんだろう。ポートレート撮影会で、モデルさんがね、矢野楓さんって読むのかな、これね。これなかなかいい雰囲気、徐々に、被写体を大きくするという手法でね、見事にね、切なさというね、タイトルに合った、ものになっていると思います。はい、ドリームロコモーティブさん、ありがとうございます。次が、あれどこ行った一都市九さんの作品です。1枚目がね、カメラニコン FM3A シリーズ E36 から 72F3.5、アクロス2で撮られているということで、1枚目がね、樹氷もどき、2枚目が、雪化粧って、これ雪がね、降られたんで、どこで撮ったんだろうな、雪化粧しております。で、これ2枚目の作品なんですけども、これはね、ドンピシャでね、日の丸構図なんですけどもね、後ろの建物がね、うまく、うまい位置に配置してるっていうか、これ構図がなかなかいいですね。雪化粧した、田舎町に木が1本、雪化粧した木が1本、なかなか趣深い写真になってると思います。はい、一都市九さん、ありがとうございます。今日はここまで、ちょっとね、5名もね、待機者を出してしまってますけど、次の動画に、行きたいと思いますね。それではね、ここからは、新コーナー3回目、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラなんですけども、大変好評でして、すでに待機者がね、4名になってます。そんなわけでね、今回は、2名、紹介してまいります。一番最初はね、うーちゃんさんの、写真ですね。これ2枚。1枚目がね、マミヤ RB67 Pro S、セコール KL。127mm、CDS プリズムファインダー、合計で 4.8kg という超ヘビー級のカメラですね。2枚目がね、ジャーニーコニカ、重さ 350g という、1枚目の10分の1以下というね、この一番持っているカメラの中で一番重いのと一番軽いのを組み合わせましたということで、なかなか面白い組み合わせになってますね。いやー、重さ自慢っていうのをね、ちょっと、重いカメラっていろいろあるんですけど、4.8 キロっていうのはなかなかないぞと、思いますね。QF1 にモードラつけてもそこまでいかないだろうね。さすが中盤。なかなかですね。はい、うーちゃんさん、ありがとうございます。次にね、作品紹介の方でも紹介されましたけど、一都市九さんの作品、カメラですね。これね、たくさんのカメラを、1枚に収めた、作品になりますが、これね、絶妙な光をね、当てて、撮られておりますね。もうこれ、ニコンが多いけど、オリンパスもあるしの、これ手前はコンタックス G3 かな？ちょっと僕そこまで詳しくないんですが、なかなかね、たくさん撮られておりますね。これ、光の具合とね、演出がうまいですね。後ろの、この、何ですか、干渉剤代わりに使ってるマットのようなものですけど、それをね、上手に演出に使っておりますね。はい、一都市九さん、ありがとうございます。今日の、俺のカメラのコーナーはここまでということで、ミッシェルさんがね、以前、
カメラのことを何でもいいからくっちゃべってみたらということで、最近、雑談系のね動画をね増やしていってるんですけども、これでね飛躍的にね再生回数が伸びておりまして、Google さんからお褒めの言葉が来ました。再生回数がものすごく伸びてますということで、お褒めの言葉が来ました。他にもねフィルムをね送っていただいたり、ねレンズをいただいたりカメラもいただいてたりとかね、もう、それだけじゃなくて作品も投稿していただいてますし、コメントもたくさんいただいてます。私の動画ね本当にねみんなで作ってる感じになってきてるんですね。もうね一番最初はね僕がひたすら何もかも準備してやってるだけだったんですけども、コメントだけでもねそのコメントに影響されて内容が変わっていったりしてますし、本当にねみんなで作ってる感じになってます。で再生もね非常に伸びておりますね。1000回数日で1000回を超えるようなね動画が多くなってきてますんで、本当にね嬉しく思ってます。この期待に応えるようにね頑張んなきゃいけないですね。次々とねなんかネタを考えて皆様から提供されたネタとかもねどんどんやっていこうと思ってます。で次の動画はねあれどこ行った、もうね車の中ごちゃごちゃでこれだ。これ続きます。はい、ニコンのね F90X に、これね有名なレンズね4386ズーム4386で、撮ってまいりました。で今日紹介したミノルタの SRT101 もそうですけど、基本的に最近ね一眼レフカメラの作品は、トライ X コダックのトライ X で撮ってます。これもうなくなり次第終了なんですけど18本しかないんで、もう残り7、8本になってるかな。このねニコンの F90X の、写真もねトライ X で撮りました。これもまたカラーで撮りたくなるような写真が撮れてるんですね。予算次第ということですね。ねちょっとねカラーネが、カラーポジ撮っていこうか、というのもありますし、そろそろ春が近づいてますんでね。で他にもねその春が近づいているということで、ね、カラーフィルムのねなんか企画もね考えたいと思ってます。はい、で大事なお知らせがね最後に今週のね末に予定しておりました28日の金曜日に予定しておりましたライブなんです、月末ライブなんですけども、28日がねちょっとプライベートの用事で不可能になりました。で29日はもともと不可能だったんでどうしようかなと思って、もう27日にするしかないと思って27日、2月27日に、ライブをやろうと思います。できればですけどね。でツイッターの方で直前ぐらいに情報を流します。何時くらいから始まるかとか、そもそもやるかやらないかとか情報流しますんで、気になる方はね、中年オタッキー、のアカウントのツイートを、注目していただければと思います。ね、なかなかね、この仕事やっててね、スケジュールって読めないんですよ。もう渋滞とかもありますし、荷物積むときにね、時間かかったりとかもあって、読めないことも多いんでね、もう申し訳ないんですけども、ツイッターの情報で、お願いします。はい、今日の動画はこれまで、また次の動画をお待ちください。それではまた、最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録ね、まだされてない方はね、ここに出てきますんで、チャンネル登録、お願いします。で、いいねボタンね、いいねボタンたくさん押してもらうとね、テンションも上がりますし、YouTube の方のね、成績も上がるみたいなんで、どうやら、ぜひぜひね、いいねボタンを押してください。はい、それではまた次回までお待ちください。さよなら。